はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、明石家さんまがラジオ番組でモーニング娘。に対して言った言葉がすごく名言で共感できたってことについてお話したいと思います。まあ、そもそもですね、明石家さんまはヤングタウン、ヤンタンっていう番組をモームスともう何年もやってるわけなんですけど、その中でですね、僕好きで毎週必ず聞いてるんですけど、でその中でですね、そのモーニング娘。のメンバーが最近その AKB とコラボしたっていう話をしたんですよ。AKB が年末にやってる AKB 紅白歌合戦に、まあ、AKB の子たちと出て一緒に歌うみたいな、いうことをやったってことを楽しそうに報告 してたんですよ。で、それを聞いたさんまさんは何を言ったかっていうと、あ、よかったなとかじゃなくて、なんかがっかりやなって言ったんですよ。それは何かっていうと、もともとモーニング娘。っていうのがアイドルっていう一時代を築いて、その後に AKB が参入してきたと。実際 AKB の中にはモーニング娘。を小さい頃に見て憧れてた人たちもいっぱいいた。にもかかわらず、実際今 AKB の方が人気的には上がってしまったと。要は抜かれたわけですよね。じゃあそうなった時にモームスは AKB に勝とうと頑張らないといけないのに、一緒になってコラボしたわーいって喜んでるのはなんか寂しい、がっかりだって言ったんですよ。戦っていくべきだって言ったんですよね。で、その考え方って明石家さんまが言うとすごくわかるなっていうふうに思うんですよ。というのも、明石家さんまってバラエティ番組とか見てても、若手に対してガンガン対抗していくわけじゃないですか。で、若手に何か振って、若手が何か言って笑い取ったら、そこにさらに被せていこうとか、そこをさらに広げていこうと、もうガンガン自分が自分がっていう感じなんですよ。まあ言ってみたら、あれだけもう年齢重ねてて、もういろいろ全てを得たにもかかわらず、未だにこう前への精神で若手と戦っていこうって意思が見えるっていうのはなかなか珍しい例なんですよね。まあ、そういう明石家さんまだからこそモーニング娘。に戦ってほしいって思ったって思うんですよ。まあ、そういうところを見た時に、ああ、なんかやっぱ明石家さんまってかっこいいなっていうふうに思ったって話です。まあ、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。どうもありがとうございました。